はい、どうも皆さんこんにちは。群馬県伊勢崎市にある平田ドラム教室、平田です。本日新曲完成しました。で、新曲なんですけども、バンプオブチキンさんですねの、望遠のマーチっていう曲を、ドラムを取ったみたんですけども、取ってみて分かったこと、とにかく早いです。実際こう楽譜を作ってる時ですね、そんなに難しいことはしてないんですね。なんで、まあできるかなと思ってたんですけども、実際叩いてみたら結構私も叩いてて右腕がつらかったです。で、テンポはだいたい200から205とかそのくらいになると思います。で、その間ずっと右手をこうまあ何分でしょうね、4分ぐらいですかね、4、5分ぐらいずっと右手を叩いてるっていう、結構ハードな、地味にハードな曲になってます。聞いた感じそんなに何ですかね、ノリがいいなっていう曲なんですけども、まあ楽譜を作ってみて、ちょっとこの曲生徒さんできるかなと思って、まあ今に至ってるわけですけども、まあ一回ちょっと触りやってみます。イントロ部分はお休みになるんですけども、テンポまあこのくらいですかね。はい、こんな形でなんずーっとこのフレーズですね。はい、まあ多分右手は終わる頃、まあ一曲終わる頃にはパンパンになっちゃうかなと思っております。はい、まあそんな曲なんですけども、ぜひやりたいっていう方はもう楽譜作ってありますので、まあ声かけてください。まあちょっと難しいかなと思うんで、両手でもいいかなと思ってます。このってすると、もっとやりやすいです。で、これも原曲バージョンではないんですけども、原曲バージョンだと、もうちょっとハイハットが複雑になるんですね。間奏部分でちょっと作ってるんですけども、っていうのをずっと繰り返しながら、足はさっきの、っていうのを繰り返してます。はい、っていう形でちょっと難易度は高いんですけども、バンプオブチキンさんの新曲できました。やりたい方はぜひお声掛けください。って形で今日は以上となります。ご視聴ありがとうございます。